ナザとの最後の通信はノード付近の駐車場から。アイザックが場所を知ってる。敵の無線を傍受。攻撃を受けてる。東の入り口だ。殺せ。何をしんじゃらやっている。ディビジョンだぞ。それがどうした。いいからやれ。駐車場への道を見つけてエスピノザの痕跡を探して。彼はよく場所を荒らすの。Thank you.
奴がいるせいでクソッタルのお友達まで呼び寄せるわけだろ。そいつの命が助かると分かれば奴らはどう。付近に SHTB 構え。多分それがノードよ。アイザックが誘導するわ。エージェントが応援を要請中。エージェントの視覚情報を認証。ノードを再起動できるターミナルがあるはず。不要。お待ちください。インテリジェントシステムアナリティックコンピューターアイザックは再稼働し、全サブシステムが操作可能。それがアイザック修復の最後のステップよ。だけどお祝いにはまだ早い。行方不明のエージェントも見つけないと。中を探し続けて。敵の無線を傍受。よう、ディビジョンか。誰か探してるのか。誰？どうやってこのチャンネルに。お前の友達がかっこいい時計をくれた。ここにいる。話すか。取引する。お前たちが引き返せばこいつを無傷で返す。無傷はないか。奴らもバカじゃない。殺さないわ。早く懲らしめてやって。
ホワイトハウスに戻って会いに来て。あなたとマニーに知らせたいことがあるの。いい？あなたがエスピノザにできることは何もなかった。あのハイエナ女が私たちをもてあそんだの。息の根を止めてやる前にせいぜい苦しめばいい。とにかく SHD ネットワークを回復させるための重要な一歩を踏み出せた。よくやったわ。後でね。